やっていきましょう。おはよう。今回も脱出ゲームでーす。スタートでやっていきましょうか。いきまーす。お、お姉さんが寝ていますけど、左側で何か動くものが見えるけど、気のせいかな。先にお姉さんから情報チェックしていきましょうか。お姉さん、お姉さん起きてませんか？起きないといたずらしちゃうぞ、いたずらしちゃうぞ。主にここをいたずらしちゃうぞ。あ、全然いじれない。そんないじれないなんて、生殺しじゃないか。ここは関係ないと。あれで抱いて寝るのすごい可愛いよね。ここは？お、調べられないと。右側行けば調べられるかな。なんだこれ。あ、3桁の数字と。今のところヒントになりそうなものないから、じゃあこっち側から。お、何もない。こっち側は？何もない。何も入れてない収納だな。ちょっともうちょっと活用してあげてよ。扉も開かないと。ちょっとね、朝のね、涼しい空気を入れて目を覚ましたいんだけど、そういうこともできないと。お、ロープがありますね。これ何でしょうか？なんか怖いな。左側から。あ、ちょっと見える。なんで部屋の中にこんなものが搭載されてるんですかね。とりあえずメモっときましょうか。目玉、ギョロギョロ目玉が、9かな ?G か 9。G か9だけど一応 G にしといて。青。色も結構関係してると思うんだよね。だから色もメモっときましょうか。で、唇に奪われた E で青。あれ、これも青か。で、大文字なんだね。大文字は何か関係があるの？これもちょっと大文字でメモっときましょうかね。で、鼻。ノーズ、L。色は関係ないのかな？全部青だけど。とりあえず、じゃあ最初のやつは Q じゃなくて、やっぱり、G だったんだね。で、G だけがなぜか小文字と。わかりました。あ、もうめっちゃ扉あるんだけど、何 LDK なのこの部屋。歌っ師匠ですか？何してるんですかここで。で、どういうことなの？特等席じゃないですか。そんなところからガン見できるなんて。あー、クパーした！何このおば、何食われるのこのおじいちゃん。カニ鍋なの今日は。サムネ候補にぴったり。このおじいちゃん特に調べられるものな、あ、シャクシャクでした。何がシャクシャクなんだ、感触のことかな。目玉、鼻、唇の順番。これも持っておきましょうか。その上の数字っぽい、これは何だろうね。横棒は。ちょっと順番ね。目、鼻、口と。目鼻なんだ、口。オッケー。じゃあ他には、こっち側。あ、扉もあるね。とりあえず部屋の、この部屋から調べたいから、じゃ、こっち側。ほっ。インテリアかな。多分インテリアコーディネーターの資格の勉強中なんじゃないかな。いろいろ試してるんだろうね。あ、鼻にレンチありますけど、使えますか？大丈夫か？べちょべちょになってませんか？特に調べられる。これお面だよね。何なんだろう。住み込みで働いてるのかな？今流行ってるもんね、住み込みで働き。スペードの3。スペードで3ね。なんかメモること多いな。今回難しそうだな。これ全自動うちわみたいな、そんなことなのかな。また4桁の数字があると。おじいちゃんですか？孫の様子を見に来たんですか？随分なんか赤ちゃんプレイしそうな感じしてますね。赤ちゃんプレイ待ちなのかな？うちは特に調べる。多分おしゃぶりかなんかをしゃぶらせればいいんじゃないかな。もしくは他のものをしゃぶらせる？大自慢ブラザーズかな？なんだろうこれ。調べられないと。ゴールデンの玉が2つ。もう完全にあれにしか見えなくなってきたわ。多分溜まってるんだろうね、あの女の人も。おっと、なんだこの機械仕掛けのやつは。すごい可愛いインテリアじゃない。なんかいろいろあって、白い、なんかたくさんあるんだね。たくさん見つけてきて、で、たくさんここでボタン開けなきゃ。一個一個これ開けなきゃいけないってこと？めっちゃ大変じゃん。洗濯ボタンも手に入れたよ。なんだこれ。四隅。家の四隅からめっちゃいい家住んでんだね、これ。お、クローバーの7。これはいいね。クローバーで、なんかね。多分は、これが4桁の数字になってるんでしょう。洗濯バサミ。顔につけるとか。多分ドイツかの顔につけるんだとは思うけど。カニかな、数的に。おじいちゃんに、っていうわけじゃない。洗濯機プレイってわけではないんだ。つけられない。この人にもつけられない。多分カニだと思うんだけどな。おばあちゃんもしかして。ってわけではないんだ。どっかで見たことあるんだよ、これ。そのクパーってすんのやめて、怖いから。じゃあ他に調べられたので、お姉さんに、ってわけでもないと。わかりました。じゃあこの部屋はもうないのかな。じゃあ次の部屋行ってみます。こっち側は？ここ鍵かかってる。最終的にここで脱出するって感じなのかな。じゃあ、こっち側の道行ってみましょうか。扉3つ。じゃあクラピカ理論で右から。なんでオフィスの一角なんだよ。どういうこと？さっきの写真のところだよね、これ。ダイヤの3。そっか、あれか、住み込みで働いてるって、マジだったのか。会社で住み込みで働いてる。あ、こけしがあるよ。電動こけしが5つも。これをあのお姉さんに使ってるのかな？ 5 つも？さすがに5つは無理なんじゃないか、おい。どんなハードプレイしてんだよ。あ、すごい引っ張れる。しかもノーリアクション。それだけ？何回でもできるんだけど。楽しい！ S にはたまらない。無限にやってられる、これ。いいな。実際にやってみたい、これ。で
で、あ、こけしが立った、立った、こけしが立ったよ。ハイジよりもびっくり。これは多分5桁の数字になるんでしょ。さっきのところの棚に5桁のところあったから、じゃこれでメモっとこうか。よっこいしょいち。ね、こういう時はカメラが便利だな。じゃあ、他には、この部屋はこれだけか。大変ですね。頑張ってください、残業。この状態で戻ろう。この状態でちょっと我慢しててね。放置プレイも俺好きなんです。じゃあ今度左側行ってみようか。あ、セーブ。パンダが出てきたらまずセーブだよな。こいつらもう、初見殺しなんで。この人なんもない。何？その中身はどうなってるの？見せて。クパ、うわ、やん。上だって。上？上？何？あ、たらい落ちなんて最低。やられましたわ。そんなんで死なないでお願いだから。もうちょっと頑張って。大成功。なるほどね。じゃあ、もしかしたら、これ開いた状態で戻れば、大丈夫ってことなのか。なるほどね。全然恥ずかしくもなんともないじゃないですか。めっちゃ隠れてるじゃないですか。じゃあ真ん中行ってみる。あ、鍵か。じゃ鍵がないといけないと。わかりました。じゃあ今のところわかっているのは、こけた。これかな？で、さっきのこけしかな？色が関係してるけど、立ってるやつを見つけるとか。これ立たせてみる？あ、でも色が関係してそうだな。とりあえずじゃあちょっとさっきの通りにやってみる。お、あ、ダメ。これ電池かな？もしかして。電池をここに入れるとか。で、分けてもないと。色でこけたなんてあったかな？とりあえずここは保留と。これも関係なさそうだし。じゃあ他に開けそうなところ。3桁のところ。ここかな？ここか。これ数字になって、数字になってんだ。G、E、L。A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L。12番目だから関係ないか。3桁、2桁になっちゃうからね。今回難しいぞ。3桁って言ったらここしかないもんね。あー、なるほどね。わかったわかった。なんでこれだけ小文字かっていうのは、これが、数字だからってことじゃない？反対から読んで6。9とも見れるけど、ここの2つのやつが、これ反対にすると3なんですよ。で、反対にすると7なのね。だから、おのずとこれも反対にして6だと思うのよ。だから、くるりんぱして、鼻が7、唇が3、で、目が6ってことなんじゃない？だから、さっきの3桁のところ、ここを、順番、逆になるのかな？あ、でも、目、鼻、口の順番だったよね。さっきのカニのおっさんがいたところ。だから、そういう順番にすると、目が最初だから6。で、次、鼻だから7。で、次が唇だから3。これでいいんじゃない？ 6、7、3。あら！近かった！目、鼻。あー、でも、さっき目の上になんか横棒あったじゃん。横棒をこれと考えると逆向きになるのか。ってことは、唇、鼻、目の順番になるのかな？そうなると、じゃあ、3か。一番上が3で、7は、そのまま合ってる。で、目が、6。これじゃない？来たこれ !376! で、こっち側が開くと。やった、おしゃぶりだ。わー、いい口してますな。これをおじいちゃんにはめろと。おじいちゃんおじいちゃんご飯の時間でちゅよ、おじいちゃんはい、さっき食べたでしょ、昼ご飯は。あ、すごい。乳首つまんじゃって。元気ですね、おじいちゃん。でっていう。え？終わりましたよ。なんだろう。星の降る順番かな。これ、不規則だもんね。右、右、左。多分そうだよね。で、ピンク色、これか！ピンク色のこれで、星降る順番になってるんじゃないかな。どれが1なんだろう。順番がわからないけど、多分左上からかな。とりあえず見てみようか。右、右、左、右、左、左、右、左。8桁だもんね。じゃ、これだ。よし、これメモります。どうやるかな、じゃあ。こっち側からこっち側から。とりあえずじゃあ、こっち側から行くか。右、右、左、右、左、左、で、右、左。これでどう？ダメか。こうじゃない。ほっ！お姉さんがいなくなった！お姉さん？あれ？窓から脱出したんだけど。お姉さん？あれ？俺こっから脱出すればいいんじゃないの？わざわざ鍵見つけなくてもさ、こっから脱出すればいいんじゃないですか、私。ダメか。お姉さんは犠牲になったのだ。なんか下にあったよね。これ何？お地蔵さん。こんにちは。大丈夫ですか？お地蔵さんがこんなところにいて。今まで下で何してたんですか？何してたんですか？これ何？あ！これ、あ、おしゃぶりか。ああ！
この順番にやるってことね。さっきの順番。じゃあ、左下からこうグーっていくと。これはメモないとわかんないね。で、ハートとスクローバーとダイヤと、あー、これもわかるね。OK。じゃあ、これで、さっきのところ。じゃあ、順番的に行くと右、右、左、右。で、こっち側に行って、左、左、右、左。これでいいんじゃない？来た、これ！で、お！なにこれ？箱？なんかの箱だね。これ電池入れるんじゃない？これで。ってわけでは、あった！来た、これ。で、入れて、あ！光りかが、それは新しいね。それは予想してなかったわ。電池バツなんて書いてあったこれ。もうセーブしてないよ。ここ多分さ、こけしだと、これこけしのマークだと思うんだよな。さっきの順番通りに行くと、色が関係してるとかあるのかな。これ後で使うとかそういうことかね。これでダメかな。あ、開くじゃん。なんでさっき開かなかったんだろう。お、なんだこれ。スペード1、スペード、クラブ1、ハートイコール4。おお、おお、さっきのスペード数が違うね。これ今回難しいぞ、めちゃめちゃ。めっちゃ頭使う。もうなんかさ、解くものがたくさんあるからさ、時間もかかるしね。で、ダイヤは4。これってさ、ハートとダイヤの4が一緒ってことかな。この2つを足して、で、3つを全て足したらこれになるってわけじゃなくて、これとこれがイコールってことなのかな。難しいな。さっきのやつだとハートのヒントが全くないんだよね。で、黒、スペードがマイナス。足してみりゃいいのかな。さっきスペード3だったじゃん。で、3からマイナス1引いて、2とか。で、クローバーがプラスだったから、7プラス1で、8。で、ダイヤは3プラスだったから、3プラス4で7で、これを足したものとハートが一緒だから、ハートが7ってこと。2877の4桁の数字とかかな。微妙だな。とりあえず打ってみるか。4桁のところあったよね、どっか。どっか数字があった、これか。これをちょっと打ってみるか。2877。来た、これ！パンティブリーフィー！ブリーフィーがあって、ブリーフィー。やったぜ、鍵ゲット。誰のブリーフィーかな？さっきのおじいちゃんのブリーフィーかな？下は？あ、下はなんもないと。じゃあ、これを、鍵穴、ここかな？ここ開けてみようか。よっこいしょ。あ、開かない。最終的な体質がやっぱここだから、金の鍵じゃないです。ここはダメなのか。じゃあ、鍵らしきもの他にあったっけ？どっか。ここか。ここは？よいしょ。あ、開かない。ここでもないと。違うところの鍵。他に鍵穴、鍵穴。ここかな？よいしょ。あ、いた！来た、これ！また4桁の数字か。しかもこれはなんか見たことある数字の形。だから多分さっきのやつなんだろうな。こんにちは。プラスマイナスって書いてあるけど、どうしたんですか、それ。電池、あ、電池ね。ここにはめんじゃない？よいしょ。そこに、なるほどね、ここが入り口だったんで、ごめんなさいね。鍵手に入れました。ベリって剥がれるシステムなんだ。新しいですね。通気性が良くていいですね。人の見てないところで、あ、金の鍵。ここで金の鍵をゲットできると。最終的な鍵か。じゃあもうそろそろゴールなんじゃないか。意外と、難しかったけど意外とサクサクいってるぞ。で、次は、さっきのここ。多分鍵の形状から言ってここだよね。来た、これ！こけしのところが、この順番。あはん。ちょっとこれやってみるか。色の順番ってことなのかな。ここの上のところにさ、あるじゃん。これをこの順番にして、で、色をメモしろってことなのかな。とりあえずこれをちょっとメモります。OK。で、多分ここに、なんかこの4桁のやつ、ルーレットみたいなのあるから、それがここだと思うんだよね。だから、それの通りにやると、これが上でしょ？で、下、上、下、上。だから、色が、赤、青、緑、緑、黄色。この順番に、これを押せばいいんだろうかな。じゃあ、赤、青、緑、緑、黄色。よいしょ！開かない！あれ？違う？逆なのかな？
ここにこれがあるってことは、最後に青を入れろってことかな。青。だから赤、青、緑、緑、黄色、青みたいな。6桁ってことなのかな。わからんな。赤、青、緑、緑、黄色、青。これでしょ。来たこれ！あー、乾電池かよ。フィギュアの方じゃねえのかよ。これで、ちょっと一応セーブしようか。セーブしといて。で、ここに、バッテリー入れんのかな、これ。電池じゃなくてこれを。カチャリと。どう？これで、こう？見れるようになってるとか？ってわけでは、あ！来たこれ！ 1192H。1192H。これがさっきのところの、入力するやつになるんだろうね。こっち側じゃなくて、どうだっけ？真ん中の部屋か。真ん中の部屋、ここの。で、H。H。とりあえず1192ってやってみる。あ、わかったわかった。こういうことでしょ。11。ここで11しちゃうんだね。で、92H。これどう？あら、近かった。これの位置どこだっけ？逆か。逆だから、H2611 になるわけか。なるほどね。H、H、H 大好き。H6、2、よいしょ。で、11。これでいいんだよね。あ、5になっちゃった。あれ？H26 か。H2611 ね。オッケーオッケー。これでどうだ？ H2611。来たこれ！で、あと一個残ってるから多分、ハンコエンド、完全脱出エンドもあるんだろうね。シュールですね、おじさん。もう取っていいんですよ。これ外した方がいいのかな。外せないと。すいませんね、なんか私のためにずっと立っていただいて。じゃあ、ここで鍵開けて、よいしょ。で、セーブしとこうか。ね。で、一応通常エンド見ときましょうかね。無事に脱出しました！やったぜー！じゃあ、ハンコも見つけて、完全脱出もやりましょうかね。なんか動いてますね。なんだ、点滅してる。これの順番にってことかな、多分だね。ちょっと覚えておくか、メモります。2番目、3番目、1番目、1番目、3番目、2番目。この右の0って何なんだろうな。でも動いてるのはこの3つだけだね。最後にここのボタンを押せみたいな。3桁の数字って言ったらさっきのところだけなんだけど、押した回数とかじゃないからな。ここを押した回数とかなのかな。それでやってみて。でも右側にあれがないからな。違うんじゃないかな。右側に何かありそうな形のやつ。3桁はないしね。いやー、今回難しい。これ4桁でしょ？ 3 桁。これか？これも押す場所ないもんね。おばちゃんは、おばちゃんの様子は？あー、満面の絵みたいな。大丈夫だ。やっぱりクパーするんだね。ここ、あーでもなんか4桁っぽくはなってるね。ここで最後ここボタンを押すと。やってみるか。2番目、3番目、1番、3番、真ん、あ、来た！どういうこと？じゃあ右側のあれ何だったんだろう。この鼻を表してたのかな。とりあえずゲットしました。なんかちょっと腑に落ちない感じ。今回難かったな。今までのシリーズの中で俺多分一番難しかったかもしれない。かなり慣れてきたつもりではいたんですけれど、それでもここだけ悩んだってことは、相当難易度的には難しかったんじゃないかな。荒ぶりつつ脱出しました。私は冷静に脱出しましたけどね。ありがとうございました。いやー難しかった。おはようということですけど、多分ね、朝までかかる難しさですよ、みたいな、そういうことを暗示してたんでしょうね。朝までかかって、やっとクリアして、あ、もう朝なのか、おはようって締めくくるみたいな、そういう感じの意味が込められてたんでしょうね。はい、というわけで、見事脱出エンド、完璧に脱出できました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。あー、難しかった。